さて、それでは久しぶりのブレイキューバーサスです。ちょっと展示会でしばらく抜けてたんですけども、動画の配信が久々にやりたいなと思います。バーサスの方はね、ちょこちょこやってはいたんです。ガチャとかもね、見事外れて。で今回は、メガボックス1回無料ということで、この今下に出てるやつですね。あんまり強くないように思えるんですけど、どうなんですか？なんとなく大当たりが、まあ前回あれか MVP でよかったっけ、先週が出てたので、まあその影響なのか、これ見るとちょっと強くないような気もするけど、そうですね、狙い目は近本はちょっとあれかな、山川もそんな強くないんですよね、吉田も、まあ、今永とか、ビシエドはね、もう、この間偶然出たので、丸がね、全体的にいいのかなと。丸と、まあ、今永、岸ですね。そうそう。岸がいいかなと。っていうところ、そのチーム言えるとしたら、あ、この人も二期、いや、読まれるんちゃうかな、配球。というところで、まあ出ないんですけどね。やっていきましょうか。メガボックス開封。本当に出えへんもんね。まあ、ボックスはかっこいい。ブラックパック5とゴールドパック5の、ラスト1パックは S、持久弾の S レア以上3枚確定？あら。ほんまかな？さて、それでは、まあ、この、ここで出たことがない。マスコットの、セブライオンズのピッチャーの方、女の子のマスコット、ライナかな、あれの A が欲しいんですよ。出てない。前作ではね、前作ってシーズン1では出たんですけど、シーズン2のライナが欲しいなと思ってるんです。こんなにちょっと。人が一人ですよ。そろそろ終わるんちゃうかな。もうなんやかんやで長くやってるのかな。あ、そうそう、僕今回 A 言うの忘れた。A なんでね、パックが一番いいやつを開けれてます。今シーズンのペナントの成績。まあやってたんで思いっきり。糸原。そろそろ終わりかな。お、一発目から金色が出た。金は出たというだけの話ですね。いや、ちょっと2枚ぐらい見たいけどな、 S を。どうですか S を。ちょっと、まあ、こんなもんやろな、タダでもらえる言うたら。お、青柳って初めて見たかも。初めて見たかもしれない。持ってないんちゃうかな。そろそろラストですよね。ね、持久弾 S レア以上3枚確定。そうやな、森が欲しいです。お、いい、持ってない、持ってないよ。お、いいやんか、いいっす。え、
そういうこともあんの？そういうこともあんねん。ちょっと思ってたのと違う。ということで、久しぶりのカードパック開封ですね。メガボックスかな、開封でした。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様では工房の活動を紹介しているラジオ動画、制作した作品を紹介している作品動画、それからゲーム実況、フレンドさんとのコラボ実況、フレンドさんを招いてのフリートーク会などいろいろな動画を掲載しています。また、工房の活動詳細についてはインスタグラム、ツイッター、アメブロ等でも、載せていますので、そちらもチェックしていただけたらと思っています。年数回作品展なども行っていますので、お近くの方は足を運んでいただけると嬉しいです。宣伝の多いチャンネルになりますが、今後ともよろしくお願いいたします。ではまた。